社会福祉法人、精霊福祉事業団総合病院、精霊味方玄病院は、浜松市北区にある民間の病院である。2015年3月31日に、静岡県から24時間体制で高度な救急医療を行う、高度救命救急センターに指定された。国や都道府県立、大学附属病院、赤十字などを除く民間で、唯一の指定である。 地域医療支援病院や産次救急指定病院にも指定されている。ホスピスとは悪性腫瘍などの患者の身体的苦痛を軽減するだけでなく精神的苦痛、不安なども軽減して患者やその家族と共に最後まで人間らしく尊厳を持って生きることができるように援助をする施設。精霊味方原病院のホスピス病棟は1981年に 日本で初めて開設。1984年マザー・テレサが訪問。精霊味方原病院内にバスターミナルが併設され、浜北方面の覗き乗り入れている。浜松駅、バスターミナルから来る場合は、15番乗り場となる。停留所名は、精霊味方原病院蒸気、遠州鉄道が運行する路線バスのほかに、遠鉄タクシーが受託運行している。 浜松市自主運行バスが乗り入れる自家用車の場合、東名高速道路、浜松西インターチェンジより約15分。AB、高度992に病院を指定県実総合と政令味方言。朝日新聞、日本病院会会員一覧、静岡県、www.hospital.or.jp、2021年2月11日閲覧。 ありがとうございます。